皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。勝成の滝沢でございます。どうも皆さんこんにちは。本日はバッドフィーリングを引けるようになってしまうぜの3本目の動画でございまして、コードカッティングが出てくるところです。1本目と2本目に比べると抑えるところも多いし、ミュートも難しくなってくるので、ちょっと難易度がガッと上がったりとかするんですけれども、まあね、また、一つ一つ丁寧に、ご説明をさせていただきますので、ぜひとも頑張って習得をしてみてくださいませ。画面のズバババババーンとお手元をお見せしながらやっていこうかなと思います。それではまず、どんなフレーズになるのか、それをまずやってみましょうか。こんなフレーズです。こんな感じのフレーズです。1本目は、2本目は、その次は、今回の動画はっていう風になるわけですね。これをつなげていくと、なんとなくどこのフレーズがわかるかと思うんですけども、ここのところを今回の動画ではやっていきますということです。やってみましょう。まずそのナインスっていうコードがあるんですけども、ナインス、ちょっとそれをまず押さえてみましょう。ナインス、中指で5弦の5フレット、人差し指で4弦の4フレット、ブーンブーンですね。ちょっと鳴らしてみてください。ブーンブーンと同じ音がしますか？大丈夫ですか？同じ音がしますか？で、薬指で3弦、2弦、1弦の5フレットをまとめて押さえます。で、これを鳴らしていくと、5弦から5フレット4フレット、中指から5フレット、人差し指で4フレット、薬指で3、3、3、3、2、1弦の5。この音が、するはずです。3本目と4本目の動画ではもうこのフォームを、たくさん使うというか、むしろこのフォームしか使わないんですけれども、これがすげえよく出てくるので、ぜひ覚えておいてください。D9th というコードです。もう D9th、もう D9 って書いてあるコードですね。D9th、他の曲でも出てくるかもしれませんが、D9th ちょっと覚えておいてください。これです。で、この D9th を1フレットずらしたり、1フレット下にずらしたりとかして、フレーズを組み立てていきます。まずやってみましょう。いつも通りまず最初は鳴らさなければいけない音をまず確認してみましょう。最初にツが2つ入ります。ブラッシング、ツツで、ナインスを1フレット下げて、つまりこの中指が4フレットの位置ですね。4-3-4-4-4 の状態にして、ツッツッと一回弾きます。ツッツッタ。で、この次がちょっと難しい。スライドします。ツッツッタと弾いたら、このまま、押さえたまま、ずらします。まずずらす。この時にこんな感じで離してしまうと音が途切れてしまうので、押さえたまま、こんな感じです。ちょっと僕のこの親指の位置に注目してください。親指の位置に注目してください。こういう感じのイメージでちょっと見せればいいかな。こうかな。いきますよ。引く、引く、ずらす、引く、ずらす。ちょっと真似してみてくださいませ。引く、そしてずらした時に音が途切れないように、そのまま押さえたままずらす。この僕の親指の位置というか、その親指の形、動かし方、ちょっと真似してみてください。うまくいかないと、こんな感じでにぎにぎしてしまってはね、その弦を、なんだろうな、にぎにぎしてしまっては、その押さえてる指を一回離さなきゃいけないんで、この時点で絶対に音が途切れてしまうんですよ。なんで、この押さえてる、この応弦してる指はそのままずらすためには、この親指をグイッと、親指を下にしてグイッとひねってあげる必要があると思います。ちょっと
こんな感じで練習をしてみてくださいませ。スライドに関してはちょっと後でまた掘り下げます。ツッツカーとスライドしたら、もう一回弾きます。で、ツ。ツッツパータツ。ツッツパータツ。こんな感じです。ツッツタータツ。で、その後、後半に関しては、こんな感じなんですけども、タッツ、タッタタ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 。タッツ、タッタタ。こんな感じです。つなぎましょう。ツッツパータツタッタタタ。ツッツパータツタッタタタ。ツッツタータツ。ツッツタータツタッタタタ。ツッツタータツタッタタタ。ツッツタータツタッタタタ。た、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 何でしたっけ、バッドフィーリングだ。そんな感じでございます。つっつたたつったつったったた、そんな感じです。と、ちょっと手順がよくわかんないぜという方はですね、ちょっと僕の説明の仕方が非常に悪かったところもあると思うので、ちょっと余計な説明が入る前までちょっと巻き戻しをして、いろいろとこの細かく拾ってみてくださいませ。で、これが、うまくできたら、次はストロークの方に入っていきましょう。これはまたストロークがね、ややこしいんですよ。ほんまにもーほんまにもーややこしい。最初ダウンで2つブラッシングを入れます。ツッツで、アップでコードを弾きます。1フレットずれた状態ですね。1フレットずれた状態からツッツッタ、アップで弾いてスライドして、で、アップでコードを弾きます。またカラピッキング出てきましたね。1本目の動画であったプリングの時のカラピッキングみたいな動作。ツッツタータッツ。ツッツタータ。もう必ずアップピッキングで弾きます。必ずアップです。ツッツタータ。で、ダウンでブラッシング。ツッツタータツ。このスライドしてる時に右手が、ちょっと僕の右手見せてください。右手が止まってしまうと、こう絶対、ダウンでコードを弾いてしまうと、こうじゃなくてツッツタータ、アップで弾いてツッ、ブラッシングをダウンで入れる。ツッツタータツ、ツッツタータツ、ツッツタータツ。こんな感じのカラピッキングを意識して練習してみてください。で、その後のタッツタッタタ。最後のこのね、このコードだけアップピッキング入れる感じです。ダウン、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 アップ。ダウン、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 アップ。ちょっとやってみましょうか。三、四、三、四、こんな感じの手順です。うまくできたらそのまま次の動画に進んでみてくださいませ。うまくできない方はもうちょっと粘って一緒に練習をしていきましょう。まずこのコードがうまく出ないよって方、このうまく鳴らせないよって方、まあコードね、基本的に鳴らなくても気にしないでください。一本目の動画で言ってた手順を守る、リズムを守る、そして綺麗な音で鳴らす、その心得を、思い出していただけると嬉しいです。ちょっとぐらいなんか開放弦がね、バーンってなってもね、なんか違う音がバーンってなっても、まあ気にしずに、とりあえず手順を守ること、これをまあ意識して、練習をしていきましょう。あまり気にせずに、ちょっと気分悪いかもしれないですけど。それでは、もう一回行きましょうか。まず最初にこのね、ブラッシングでこの2つ、
ツッツを入れるわけですよね、ツッツ。で、この時に、その、ある程度のこう、ナインスっぽい形を作っていくことが大事です。この時に、その、普通に4人指の赤指、薬指、小指がね、こう、バーンってなってしまっていると、コードを作るときに、うっってこう、うっ、うっってやるのって大変なので、ある程度こう、ナインスの形を作っておくと。で、人差し指が、もう中がベターという弦までくっついている。で、中指に関してはもう6弦までですね。もう6弦からこう1弦までベーンとこの軽く入刀している。で、薬指も同じように入刀している。で、こんな感じでそのね、ナインスっぽい形を作りながらも、ナインスっぽい形を作りながらも、そのベーンと、このオフの状態を作ってあげる。オンの状態、オフの状態。こんな感じです。なんか普通にもう、こっちで見てればなんとなくわかるかと思います。これがオンの状態。オン。で、オフの状態はこう。で、こっちで見るとすると、なんかあんまり、こっちのカメラとわかりづらいですよね。こっちだとなんとなくわかるけども、こっちのカメラってすごいわかりづらいですよね。でも、これはそういうことなんです。その正面から見たらあんまり違いがわかんないぐらい形をある程度作った状態でオンとオフを作っていくと。こっちから見るとわかるんですよ。その寝たり、離れたりし、ん?寝たりとかね、立ったりしてるから。でも正面から見てるとあんまりわからない。この状態を目指していただけると嬉しいです。で、ツッツッターっと弾いたら、さっきやったように親指をひねるような感じでスライドしていくと。さっきネックの後ろにこんな感じでやってましたけども、上からちょっとこう、ね、親指が覗く形でも大丈夫です。こんな感じ。後ろから見ると、こんな感じです。で、スライドしているときにカラーピッキングをしっかり入れて、アップでコードを弾く、そしてブラッシング。やっぱりこのダウンをしたときにね、その音を鳴らしてしまいがちなんですよ。なんかやっぱりこう、ダウンのときにこのコードを押さえてしまうと、なんかついつい、よいしょみたいな感じで。でも違うんです、違うんです。ツッツ、アップでコードを鳴らしたならばダウンでブラッシングです。ダウンのときには離す。オフの状態です。結構このね、ダウンのときに、弾いてしまう人多いかと思うので、しっかりとブラッシングを意識して練習をしてみてください。ツッツッタッツッです。で、その後は別にそんな難しくないと思います。タッツッタッタッタッ。ここに関してはそんなに謎というかできない人はいないと思うので、ちょっとここは、放っておきましょう。どっちかというと、そのスライドの仕方とカラピッキングの仕方、そしてこの形の作り方ですよね。この辺が、キーポイントになってくるかなと思います。ツッツッタッタッツ。こんな感じです。また頑張って練習をしてみてください。で、4本目の動画もね、またこのナインスを使ってやっていくんですけれども、3本目の動画ができれば、4本目はね、ほぼできたも同然です。結構似たようなもんなんで、3本目ができれば、4本目 もうほぼできたようなもんです。同じなので、ほぼ同じなので。そんな感じです。この3本目の動画が乗り越えられたら、もうほぼできたと。思ってくださいませ。ちょっと難しいかもしれないですけども、変な音が出るかもしれないですけども、ちょっくら腹が立つかもしれないんですけれども、頑張って練習です。なんかこう、なんかこう手順は分かってるけど、このね、なんかいろいろ説明すればさ、なんかああそういう風に弾けばいいのねって、そういう風に弾けばいいのねって、なんかこう手順が分かるじゃないですか。けどこう手順が分かってるのになんかこう手がこう、指がこう言うこと聞かずになんかこう、なんか、うわぁ、弾いちゃった、違う、ここ弾くんじゃねえんだよ、みたいな感じで、この、わかるわからないでいけばね、わかってるのになんかできるできないでいくとこうできないっていうね、この心のもどかしさっていうんですかね、なんかすごいこの腹が立つ感じ、わかるかと思います。平たく言うと、ムカつくみたいなね、なんか平たく言うと、腹また煮えくり返るみたいな感じで、なんかわかってるのになんてできないんだ、俺の指は、はぁ、まゆりってなってしまう気持ちも、すごくわかるんですけれども、そこをですね、こう、鍛錬の乗り越えると、もう、なんでこんなに言うこと聞かないんだ、ハーマイオニーっていう、ハーマイオニーっていう時もあるかと思うんですけども、ハーマイオニー、そこをですね、わかるからわからない、わからないからわかるにしたら、次はできないからできるにする。ここに関してはね、本当もうひたすらこの反復が必要でございます。私のこの説明を聞けば、
なんとなく分からないから分かるようになったと思います。でも分からないとね、そのできないからね、分からないとできないからね、分かるから、分からないから分かるようになったならば、まあ、ここはね、説明聞けば分かるから、その次、このままできないからできるようにするのは皆さんのミッションでございます。ここからも繰り返していただくしかない。ハーマイオニーってなるかも分かんないですけども、そこはもう、ハーマイオニーって叫びながら繰り返しやっていただけますと幸いでございます。はい、そんな感じ。Practice makes practice makes you better playing guitar? あ、わかんねえ。やめよう。なんでもない。なんでもない。なんでもないです。なんでもないです。今のはなかったことにしてください。とりあえずまあ練習頑張ろうぜってことです。じゃあね、ははは、また違う動画でお会いしましょう。あははは。はい。じゃあ、また違う動画で出しましょう。さよなら、ははーい。